歴史を感じる店内で。はい、すいません、はい、お待たせです。ありがとうございます。おお、これ80年以上変わらない。あ、そうですね。今日のサタフクは町の食堂特集。うちは24時間なので。24時間、はい、オープンから長年多くのドライバーのお腹と心を満たしてきた国道沿いの食堂に、精肉店直営、こだわりの肉をリーズナブルに食べられる食堂など、見れば行きたくなる名店を紹介。まずは田原市にやってきました。この市役所の前の通りを少し歩くとすぐあるのがこちら、恵比寿食堂です。昭和レトロな感じがもう満載ですよね。楽しみ、早速行ってみます。こんにちは、お邪魔します。よろしくお願いします。うわ、いらっしゃいませ。店内もタイムスリップしたかのような。どうもありがとうございます。僕もこれは昭和の時代を再現した場所じゃないんですよね。本当の昔のままなんですけど、大変申し訳ないくらい昔のお店で。恵比寿食堂は1937年創業、なんと今年で86年目。この店は創業当時のものではありませんが、それでも60年以上も前に建てられたものです。現在3代目の良二さん、妻節子さんが店を切り盛りしています。そんな恵比寿食堂の看板メニューは、中華そばはもうその当時からのものですね。中華そば500円食べられるんですか。はい、わあ、すごい。ここ10年以上は上がってないですね、はい、おお、はい。創業当時から愛され続ける中華そば、その味は、今回はこちらの2階の席でいただきます。1階同様、昭和の懐かしい雰囲気がたまらないテーブル席で待っていると。はい、すいません、はい、お待たせです。ありがとうございます。おー、これが中華そば、はい、美味しそう。まずスープから、はい、どうぞ。いただきます。あー、美味しい。さっぱりながらも深みがあって、どんなものを使われてるんですか。豚骨、それから煮干し、魚介系も少しこう入ってるって。これ80年以上変わらない。あ、そうですね。うん、もちもちつるつるで。あ、ありがとうございます。でこのスープの深みが麺にも絡みます。絡んで美味しいです。地元田村市の製麺所から長年仕入れている中太縮れ麺。卵が余計に、入ってるんですね、中に。でだからもちもち感は少しやっぱりあると思いますね。でこの角度のお父さんがすごい面白いですね。私が取材慣れてないもんだから。ちょくちょくね、教えてくれる。そうなんです。いいですね、なんかお二人でされてるっていうのが伝わってきます。そんなお二人が愛情いっぱいに作る料理は、中華そばだけでなくどれも美味しいと評判。例えばこの煮込みカツ定食は地元の若い人たちに人気のメニュー。うん、美味しいですか。うん、柔らかくてお肉の旨味はもちろんなんですけど、このタレがすごく染み込んでいて、ものすごく美味しいです。ありがとうございます。少し濃いめの味付けになっているので、ご飯が進むんです。うーん、これファンが多い理由わかります。はい、すごく美味しいです。本当に地元の皆さんに支えられてるっていうことです。続いては郡山市にあるこちらの精肉店。あれ、食堂じゃない。こんにちは。あ、お惣菜、美味しそうなお惣菜並んでますね。ありがとうございます。で、こちらお肉も美味しそうですね。豚肉ですと美島エゴマ豚、牛肉ですと福島牛を取り扱っております。
こちらは1959年創業、長年愛されてきた精肉店ですが、こちらにも食堂がある。ええ、実はですね、3年前なんですけども、うち の店の後ろの方ですね、建物を購入しまして、そこで食堂を始めました。早速スタッフが行ってみることに。店を出て右方向へ進むと美容室があります。その前の道に入って30メートルほど進むと、右手に見える平屋の建物、こちらが大沼精肉店が2020年に始めた食堂、肉どころ大沼亭。こんにちは。はい、いらっしゃいませ。伊藤さんもついてたんですね。ワープです。それにしてもすごい雰囲気がある建物ですね。はい、こちらはですね、築100年を超す公民館だったんです。公民館。ええ、地域の人たちの集いの場であった公民館を改装して、福島の肉の美味しさを知ってもらおうと食堂に。はい、お待たせしました、とんかつ定食です。県オリジナルブランド豚、福島エゴマ豚のロースを使ったとんかつ定食。油があっさり軽いというか、油がすんごく美味しいんで、ぜひ脂身を食べてほしいです。エゴマ豚のバラ肉を使った生姜焼き定食もおすすめ。薄く切られた柔らかく甘いバラ肉に、濃いめの特製生姜ダレがよく合うんです。さらに定食以外にもこんなメニューが。精肉店で創業当時からずっと人気ナンバーワンのお惣菜、チャーシューを丼で多く食べていただきたいなと思って作りました。それがこのチャーシュー丼。細切りのチャーシューがこれだけ乗って550円。半熟卵を絡めて食べればコクも加わり絶品ですよ。味、ボリュームともに大満足のこれらのメニューはお昼に食べることができます。そして夜には、夜の方は一組限定の貸し切り宴会というプランをやっております。そのプランでいただけるのがこのお肉。こちらは最高級の福島牛が楽しめるしゃぶしゃぶのコース。福島牛っていうのは旨味が多いとか脂があっさりしてるとか言われておりますので、大変美味しくなっておりますので、ぜひ食べてください。たっぷりのネギと一緒にいただくエゴマ豚も絶品。元公民館でいただける極上のしゃぶしゃぶ、食堂の意外な夜の顔でした。